こんちゃ、今宵も11くらい開けていくわけですけれども、ここでねパック変わってるんですよ、やっぱり。だからまあ、デンベレ、ラキティッチ、ネイマールっていう順番で最後のここにネイマールが入ってるんじゃないか説、そんな説を私は唱えております。1クレ目、はい、コロナ。いやー、ラキティッチが例えばパック頭とかだったら次ネイマール来て、ほらやっぱりやっぱりんこ予想通りやん。ドン、はい、ネイマール。うわー、そっか、ラキティッチ、ネイマールで、まあロナウドとかバーディーとかいう配列あるじゃん。まあしょうがない、だってラキティッチパック頭じゃないんだから。まずそもそも、はい、ネイマール。バルサがすごいですね。バルサが急に、はい、ナバス。まあ、あれですね、カシージャ、白のカシージャが非常になんか使いやすい、強いっていう、話題になってますよね。白カシージャスとか、白ナバスとか、エクストラのね、白ナバスとかよりも、白カシージャが強いっていう、話題が、一応、あれですよね、今、ホットですよね。レアルで言う、アンダーファイブとか全白組んでる人はカシージャいいかもしれないですよ。こっからねパック変わってますよ。はい、6クレ目、7クレ目ですね。よいしょ、もう1枚お堅いのあると思うんですよ、パック頭ので。このパック頭だけ掘ってご帰宅願ったので、私はもし熱い配列だったらもうガーンです。本当にしょうがないけど、こればっかりはしょうがないんですよ。家帰ってきて開けてるから。これが9クレ目、ララーナ。うん、すげえな。え、全部できるやんじゃん。キーパーのとこにもあるし、ヒートマップ。10クレ目、ギルバート。はい、アーリークロス重視。まあ、ディフェンス値も15なので、まあ、使いやすいんじゃないかなと思います。ラスト、これ硬いよ多分。いきますよ。だから今回2枚あるっていうこと。ドーグラスコスタ、なるほどなるほど、ドーグラスコスタの頭配列はチャンスあんじゃない。多分チャンスあるやつですよね、確か。まあ、しょうがないですね。しょうがある前。まあ、今回は2枚出たので、11番両方とも、すげえ。また次回、開けていきます。